野口敦史です。超高精度な量子制御の技術の実験研究をしております。で、対象は原子だとかイオンだとかいうそのすごいちっちゃなものから超伝導量子回路という本当にマクロな物体まで量子制御の対象としていて、いろんな研究をしています。で、そもそも私がこの研究を始めたきっかけなんですけども、修士2年の時に阪大の浦部先生のところでイオントラップという技術を目にしたんですね。で、イオントラップっていうのは真空時のただ一点にイオンを捕まえる、でその量子状態を制御する技術です。で、それを目の前でまさに見た時に、本当に1個の原子がただ浮いていると、まさにこう制御されたがってるかのように感じて、すごく衝撃を受けたんですね。で、それをもとに量子制御っていうものをやりたいなということでこの分野に入りました。量子力学っていうのは100年前に小さな原子、光などを記述するための理論として作られたんですけども、その問題点として、量子状態が壊れやすいっていうのがあります。なので私たちの大きな物体っていうのは量子力学には従わないわけです。それを解決する方法として量子アラマイ訂正っていうのがあって、それを超伝導量子回路を使って実現して目の前に量子を作るというのが私の夢です。普段大学に来るときは電車の中で読書をすることが多いです。本のジャンルとしては SF とか歴史関連のものを読むことが多くて、過去の偉人だとか SF に出てくる未来の偉人の決断みたいなものをすごく楽しんで読んでいます。で、かなり感情移入してしまう方だと思うんですけど、でちょっとあんまりにこう感情移入しちゃって電車を乗り過ごすっていうのも非常に頻繁にあって、月に1回とか電車を乗り過ごして渋谷まで行ってしまうということがよくあります。で、休日には美術館に行くことが多くて、で特にモネの絵が大好きなんですね。でモネ、いろんな特徴があると思うんですけど、私は光がすごく大好きで、こう降り注ぐ光の温かさだとかその光線というのがすごく好きなんですね。毎日実験室に向かう道っていうのが東大のイチョウ並木なんですけど、その木漏れ日が光線のように特に朝日が降り注ぐんですね。でその温かい朝日の中をこう実験室に行くっていうのが毎日の楽しみです。で、あと実験研究なんですけども、実験研究っていうのはほとんどうまくいかなくて、うまくいかない時の対処方法としては、私はうまくいかない理由を10個挙げるということをしています。この分野の研究っていうのは対象が原子だとかそういうもう綺麗なものなので、自分が悪いんです。基本的にうまくいかない時は自分が悪い、なのでその反省点を自分の中で顧みるというのが克服方法。ヒナリスというプログラムは長期にわたって試験をいただけるということで、もちろん長期にわたって息の長い研究ができるというのもあるんですけども、人材育成という点において、非常に長くポスドクないし研究員を雇うことができるということで、そういう育成という意味でも非常に大きな意義があるかなと思っています。あと私先進科学研究機構という機構に所属しているんですけども、この機構では多分野の研究者が集まっているんですね。ヒナリスでも今後集まる研究者と共同研究やまた議論をして新しい分野を作っていくみたいなことにも挑戦していきたいと思います。